皆さんこんにちは、 H センスの濱田です。本日の動画は O2O と OMO について解説していきたいと思います。それでは早速お話ししてまいりましょう。皆さん O2O と OMO という言葉、お聞きになったことはありますでしょうか？マーケティングをされている方以外ではですね、特に OMO に関しては聞いたことがないんではないでしょうか。今日はですね、最近流行ってますので、解説していきたいと思います。OMO、オンラインマージェスウィズオフライン、これはですね、今最も注目を集めている経営戦略であり、マーケティング施策と言われています。オンラインとオフラインの境にこだわらずにですね、UX、つまりですね、顧客体験に重きを置いて、消費者のあらゆる行動をデータとして集約してですね、UX を向上するためのマーケティング施策を展開します。この施策が始まったのはですね、2017年9月頃でして、 Google チャイナの元 CEO であります李海富氏が提唱したものです。そしてですね、2017年12月にイギリスの週刊新聞ザ・エコノミストがそれを広く発表しました。中国ではスマートフォン一つあれば生きていけるというほどですね、モバイルペイメントが文化として根付いておりまして、都市部では限りなくですね、 100% に近くスマートフォンが普及しておりまして、偽札をはじめ現金への信頼性が低いことから、このですね、モバイルペイメントが一般化しております。公共料金のみならず、屋台での支払いや、そして各種罰金でさえもスマートフォン一つで決済できます。そんな中国はですね、オンラインとオフラインの連携が世界で最も進んでいる国の一つだと言えます。 OMO はですね、曖昧になりつつある両者の境界線をなくして、一貫性の高い UX を生み出すことを中心に展開するマーケティング施策です。例えば都市部のスーパーでは、商品に付属している QR コードを読み取ると、商品の詳細情報や購入者のレビューをその場で確認できます。この行動によって実店舗で商品を見て、詳細情報を調べ、そしてレビューを確認したというデータがですね、個別 ID に紐付けられて蓄積されます。このほかスマートフォンアプリを使っていったショッピングや閲覧したセール情報、実店舗におけるモバイル決済や購入したものなど、あらゆる消費者行動がデータとして活用可能になっています。膨大に蓄積されている消費者データを特定のですね、セグメントとして分析するのではなく、あらゆるデータを個別 ID に紐付けた状態で分析することによってですね、消費者ごとの思考を理解した上で、適切なワントゥーワンマーケティング施策が展開できるようになります。このようにですね、消費者の行動がオンラインにあろうがオフラインにあろうが、一貫性の高い UX を生み出すのが OMO です。また O2O はですね、オンラインとオフラインという2つの世界を切り分けて考え、そして双方間の行き来を促すというマーケティング施策です。つまり OMO ほど密接ではないイメージですね。例えば EC サイトを訪れたユーザーに実店舗で利用可能なクーポンを配布して、デジタルからリアルへと行動を誘導します。こうしたですね、マーケティング施策はスマートフォンが普及する以前からですね、取り組まれてきたものでありまして、2013年頃から爆発的に増加しました。ちなみにですね、よく引き合いで出てきますオムニチャネルとは、実店舗や EC サイト、そしてカタログやコールセンター、 SNS に至るまで、あらゆる販売チャネルと流通チャネルを統合してですね、消費者とさまざまなポイントで接点を持とうという施策です。異なるチャンネルで ID 情報や在庫情報を一元化することで、消費者は販売チャンネルを意識することなく、どのチャンネルからでも商品を購入して受け取ることができます。 O2O とオムニチャンネルはオンラインとオフラインを切り分けた上で、消費者の購買行動を促すために異なるチャンネルを連動させます。つまりですね、企業目線の施策であると言えます。一方で OMO はですね、オンラインとオフライン双方で蓄積されるデジタルデータを起点にして、2つの世界を融合させる施策です。
消費者の購買プロセスだけでなく、あらゆる UX を中心にですね、ビジネスを設計するのが OMO 最大の特徴となります。OMO の成功例としてアリババが出資しているですね、スーパーマーケットのファーマーションシェン、これがですね、挙げられます。ファーマーションシェンはですね、スマートフォンアプリを使って商品のバーコードを無人レジにかざすことで支払いが完了します。スマートフォンアプリでは商品に付属している QR コードを読み取ることで商品が産地から店舗に届くまでの全履歴を確認できます。さらにですね、動画でレシピを閲覧したり、その料理を作るために必要な他の食材や調味料をまとめて購入できたりと、消費者の新しい購買行動を促しています。また実店舗では消費者が楽しめる店舗作りを徹底しております。店内では他のスーパーマーケットと比べて清潔であり、そしてですね、品揃えも豊富です。鮮魚を販売するいけすもありますし、食材をその場で調理して提供してくれるイートインスペースもあります。単にですね、食材を購入する場所ではなくてですね、良質な体験が得られるスーパーマーケットと感じさせることが魅力的な店舗作りを支えています。このようにですね、あくまで消費者視点で考えて一貫性の高い UX を設計することで革新的な商品サービスを提供できます。中国のこういった動き、日本も追いついていってほしいものですね。そのためにもですね、まずはオムニチャネル化、そして O2O から始めていってですね、新たなサービスをなるべく早く試みることをお勧めいたします。以上で O2O と OMO についてお話を終わりますが、皆さんいかがでしたでしょうか。オムニチャネル化でのですね、ネット戦略のご相談ご依頼はですね、下記 HSense のホームページよりお問い合わせください。お待ちしております。そしてですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。